えおはようございます。この動画は限定動画になってます。URL を知ってる人しかあ見ることができませんので、えー、秘密といいますかね、このご相談事例が外に漏れることはありません。えー、今回ですね、いただいたメッセージの中から、えー、とまずはですね、マスターマインド TV 楽しみです。ありがとうございます。 で、即果塾とは無関係でも全然構いません人生の共有ですから我々はですからのもうすでにですねあの、皆さんの人生のどんな些細なこともお互いに無関係ではないんですよ。 ですから人生の共有してお互いに高め合うことで励まし合うことそして解決し合うトレーニングだと思ってお互いの相談事をですねどん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 こうあまあマッシュアップしていくために出し合っていければなと思いますその中ですごく非常にありがたいねご相談いただきました、えー、と私もまあそこそこ年齢を重ねていますのでえまあちょっとですね的確かどうかわかりませんけども私なりの うん多くの事例をこういった似,似た事例を見てきてのあ、まあ、ご意見というか、ね、意見といいますか考えになってきますんで参考にしていただければと思います <laughs> まず相談内容ですね読ませていただきますねえっ、ー、と2人の子供を持つ人妻と不倫していて多分私が不倫していてということにしましょうか不倫していてその女の子が奥さんがですね えー、離婚したいと言っている場合、応援していいんでしょうかと。基本的に離婚して、したいということであれば、まあ応援してもいいと思います。ただ応援の度合いなんですよ。頑張れよっていうレベルだったらいくらでもいいと思います。ただ、応援するために部屋を提供するとか、人を紹介するとか、お金を出してあげるってことになると、また別の問題になってきますんで、そのことについてこれからお話しようかと思います。えー、離婚理由ですね。この理由が大事です。離婚理由は、 18で結婚して社会経験がないが、コーディネーターの資格を取ったのは自立で生きていきたい。ここまででちょっとお話し,します。コーディネーターの資格を取っても自立して生きていくことは不可能です。全然、あの、世の中の役に立ちませんので、それは諦めた方がいいと思います。この資格で生きていくことはできません。で、その厳しい現実を持ってしてですね、え、二人のお子さんと自立し、一人のお子さんをもし引き取って自立してやっていくことであれば、 これはですね、今の状態よりもかなり厳しい気合の入っている人生を進むということになってきますんで、その覚悟を固めることが必要になってきます。プラス、金銭的な不自由から抜け出す手法を持たなければなりませんが、繰り返しますけど、コーディネーターの資格では金銭的な不自由から一生逃れられません。で、えっ、ー、と、この前二人で遊んでいるのがバレて、ね、おそらくですね、これは、えっ、ー、と、その、その女性がですね、えー、他の男性と遊んでいるのがバレて、 旦那にかなりそのことについて怒られて暴力を振るわれ PC とか携帯も壊された、うん、ここまでお話しますけど当然ですこれ、えー、隠れて他の人と遊んで要するに不倫をしてるわけですからこのくらいの激倫に触れて当然なんでこれは離婚理由にはなりません、えー、むしろ女性の方が圧倒的不利になりますこれ離婚した時に 何の請求もできないし、損害賠償を請求される可能性が非常に高いです。弁護士さんに相談すれば、この女性は圧倒的に不利になります。というか、もう完全に有罪扱いですね、これは。あかなりのね痛手を被るんではないでしょうか。それに対する旦那さんが何をしたっていうのは、あんまり問題になってきません。 で、えー、その考え方が恐ろしいし考え方が理解できないからこの先ずっと一緒にいるのは考えられないと以前にも殴られた経験ありということなんですけどもやっぱりこういう男性を選んだということでこの女性は男性が殴るからということで何ら言い訳をすることはできないというのがね、まあ、あの本筋ですね感情ですよねただ判例を見ると女性に対して離婚というのは非常に有利になってますんで優秀な弁護士さんならその辺で えー、状況ですね女性の不利を隠して、まあ、男性の不利点をつくことができるでしょうけども人道的にそれはいいのかなと、うん、圧倒的にこれは女性の方に過失がある要するに、えー、非難される部分が多いので冷静に考えて朝廷でね調停というのがありますんで、えー、お互いに気持ちよくというか円満に離婚するといいますかね感情が あなたたから他のの人にに離れたってこととを正直に伝えるのがいいと思い思ますそれをですねそうではなくってあなたが悪いから別れるんですっていうふうにしない方がいいと思いますこれは揉めるだけですんでもしこれね離婚を考えるようでしたら他に好きな人が出てきたと私はもう何も請求しませんと親権もあなたのいいように放棄しますとだいうふうにして。 あの相手の判断に委ねる,るのが一番よろしいかと思います。で、人妻は、その方は離婚してそのあたら、彼とね、再婚するつもりです。うん。で、ここでまた問題が起きていきます。で、その再婚する彼は、これからどういう感情を持つかということをお話します。子供を連れてきた場合ですね、子供に対して愛情は注げません。うん。あの他人の子供なんで、その、まあ、その、どっかのね、その元旦那さんがいつも浮かぶんですよ。 これに打ち勝ててるっていうのはしかも数十年ですよなかなか厳しいと思います男性にはかなり負担を強いるあのこの女性になってきますで女性はずっとそれが引け目になってしまいますで男性はこういうふうに考えます何かトラブった時にあの時お前拭き取ってやったんだというね、えー、その意識が必ず持ち上がってくるんでここでねまた破綻するんですよであと一つですけど男性は女性に対していつも疑いを持つようになります隠れて浮気をしてるんじゃないだろうかってずっと思います だから男性にはかなりの包容力と嫉妬を切り抜けるマインドが必要になってくるんですよ。ここが非常に重要になってきます。その人妻っていうのは、いわゆるですね、今の旦那さんに隠れて、あの、こちらに来たというね、ことですから。 その人がこっち来ても、また他にどっか行くんじゃないかって不安がいつも付きまとうんですよ。携帯をポチポチやれば誰か他のやつとなんかやってんじゃないかなとか思いますし、ちょっと2、3時間どこに行ったか分かんないと気が気でないという状態が、この新しい再婚する 彼氏というかね、新しい旦那さんになるかもしれない、その人に一生数十年付きまとってきます。で、その男性は、あの、その女性だけを愛することが非常に困難になってきますね。うん、まあ、あの、なんていうんですかね、何でもいいよというおおらかさがあれば大丈夫なんですけどね。え大抵はそうは思えないと思います。えですが 彼が結婚する意思はあるが、仕事のこともあるし、約束はできないというと、離婚して私一人だけ生きていく自信がないと言いました。そうですね。これ、離婚して一人だけ生きていく自信がないということで、完全にどっちかの男性を懐を当てにしているんで、やっぱり女性がかなり罪を負うというかね、不利な状況になると思います。自分の食い節のために男性を渡り歩いているだけになってきますんで、こういう方はお子さんに対してもすごくね、悪い影響を与えますんで、大いに反省してですね、そして正直にゼロリセットする意味で、 に対してもこれからですねあの今の旦那さんにしても新しい旦那さんにしても正直なことをお話して頼るつもりはないと私は自分で自立してやっていくためにもう本当にまあ苦労するかもしれないけどももうおしゃれも捨てて女も捨てて、えー、生きていくことをまず第一にしますというふうなか決意が固まればあの一緒になる男性もまあ幸せだと思うんですよただやっぱり男性にかなり依存しているところがあるんで長い間一緒に住むのはかなり困難なのかなというところですねだからそこを 例えば、朝廷でも裁判でも疲れるとかなり痛いと思います。で、えー、それで悩んでいます。うん、当然悩むと思います。<laughs> 本当に離婚したいなら相談に乗ってる弁護士の資料を紹介しますが、彼との再婚がないなら、離婚しないって気持ちがあるように思えて仕方がないとい。そうですね、これはその通りです。えー、再婚がある、その受け皿があるから、強気に離婚しようっていう考えなんだと思うんですよ、確かに。 でも、でもですよ、その相手がいなかったら、少々不自由でも、その男性と一緒に我慢して過ごそうかなと思ってるとしたら、この女性はですね、何一つ正義がないんですよ、理念がないんですよ。ということで、弁護のしようがありませんので、えー、っと、弁護士さんを紹介するとうん、まあ、かなりのね、弁護士さんの負担といいますか、勝利のあてのない弁護をさせるようになるんで、 えー、苦しいいいんじゃないかなかと思います、まあそれでもですね優秀な弁護士さんが当たればこれにこういうことに専門な弁護士さんが当たれば苦労しろと言いるめることもできるんでそういうことはできますただ人道的にそれはどうなのかなっていう気はしますよねだってこれ多分相手の男性には何の,かの過失もないんですようんで新しい男性にはもっと過失がないんですよ でもこの二人の男性が全然責めるところがないのに、こういう事件に巻き込まれるということなんですよね。ですから女性が起こした不定とか、あの、まあ何ですかね、あの不定っていうのは不倫のことなんですけども、そういうことに対して、周りの誠実な男性が、まあ、巻き添えを食うってことに対して、あの心が痛まないのかな、この女性はと思った時に、えーと、私はちょっとね、人道的にこれは女性の見方を本来したいんですけども、ん、なんかこの、 まあ励ますぐらいはいいんですけども実際に人物金情報ってものを伝えるのはこの女性のために結局ならないかなとひいてはお子さんのためにならないかなという気がします旦那さんは離婚したくないそうですがこれでも旦那さん離,離婚したくないっていうのは大したもんですよね うんまあ、でも彼女がどうしても離婚したいっていうなら納得できないけど仕方がないって感じですね、すごい心の大きな男性だと思いますんで、この人がまあなんかね、暴力を振るったりするっていうのは、相当あなことをこの女性にされたんだと思いますんで、なんでもともと結婚しちゃったのかなと思いますけども、<laughs> であとちなみに男と二人で遊びに行ったことしか思ってないので、不倫関係にあることは何にもバレていませんということですね、要するに性関係があったということで、女性にはもう弁護する余地が全くありません。 うん、あの要するに夫婦生活ってものは法律で決められているんですよどういうことをするべきかどういうことをしてやならないかっていうの。で完全にこれは女性がその法律を破ってるんで弁護のしようがないと言いますかねうんその事実を隠して弁護をお願いするとしたら法廷侮辱罪にも問われることになりますんでうんとあんまり深入りしない方がいいのかなと思うんですよね。 本当にですね誠実に向き合う、えー、気持ちがあるんだったらその女性を叱ってあげないといけないですね今私があの申し上げたようなことで「あ,のあなたが悪い」と「あなたそれちょっとおかしいよ」と「俺も女性の味方したいけどあの旦那さんの立場になったらそれはないよね」と「あなただったら逆の立場だったらどうしますか?」 っていうふうなことで、ちょっと分かってもらわないといけないですよね。そういう場面を生まれてきた二人の子供にも負わせるというね。これから二人の子供っていうのは、あのー、両親以上に長生きするわけですよ。そのスタートでこんなつまずきを親の、ね、お母さんの、あのー、こう、まあ、言ってみればわがままでですね、子供にその十字架を背負わせて、大丈夫なんですかと。 ま、うん、っすぐ子どもの顔を見,見てしつけができますかっていうことになってきます。で、もう多いんですね、まずこれは法律動向よりも、あの人としてどうなのかなという、人道的なところにね、大いに疑問を持つかなと思います。ということで、えー、とどんなことを相談するべきかなということが、いまいちわからないんですけども、何を相談したいんですかね、これは。何を相談したいかわからないんですけどもうん、どうすればいいですかってものがないんですよ、だから。 どういうふうにすればいいですかなって。うん、まあでも言えばですね、ここだと思うんですよ。その子が離婚したいって言ってる場合、応援していいんでしょうかって書いてますんで、ここについての回答をします。応援は言葉だけにしといてください。それ以外の時間を使ってその人とあの相談事を聞いてあげたりとかっていうのはしない方がいいです。えー、で、しようがないです、これは。うん、で、えっ、ー、と、まあ弁護士さんも紹介するぐらいならいいんですけども、あの、女性に大いにこれは、 ああののっって言って言ねあの落ち度があるってことも弁護士さんに含ましていかないと事実の隠蔽をしてしまうとですね弁護士さん非常にあの弁護がしにくくなりますんでうんまああのちゃんと話すことですよねこうやってあの文章があの送ってきたように、うん、そういうことになってきますこれはかなり深刻な話ではあるんですけども単純な話でえっ、ー、とー この文章から読み取れる文に関しては、女性が一方的に100ゼロぐらいで、問題がありますね。女性はちょっとこう、助ける余地がないということにね、申し訳ないことながら、なってきます。まあ、離婚の理由のほとんどはこれですよ。女性が、他の男性にちょっとこうね、ふらふらっと言って、で、それが男性に見つかって、 うん男性の嫌なところを急に探し始めて、無理やり離婚に持ち込もうとするってことですよね。でも男性ってのは非常にですね、あの、優しいですね。そういうふうに、他で何かあると想像してもないと信じてですね、今日も明日も頑張ってお金を稼いできて女性を養うというね。うんだからこういうふうな人をですね、今はその女性は、 他のところに目が行ってるかもしれないですけどちょっとね、頑張ってですね、ずっといることによって、男性の良さを見直すところを見つけていくのと、あとは、この男性に、あの、釣り合う自分なのかなってちゃんと考えた方がいいですよね。というふうな、まあ、説教じみたことに最後になってきましたけども、長い動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。えっ、ー、と、応援は言葉だけにしてくださいということになってきました。はい、えっ、ー、と、参考になれば幸いです。失礼します。